早いよ。待機してました。ありがとう。おはよう。花だれこう、え、うん、花だれ公園こう、え、うん、よろしく。サンソンさん、フォーユーさん、コバさん、ありがとう。ソニチ、ボヤッキーさん、みんなクッキーありがとう。ボヤッキーさん、コバさん、サラヤマ、フユミ、ネギショウ、牛タンさん、ハート、ノリちゃん、クッキー、シャングゴングさん、クマペンライト、チヨン、ファファーヤホー、東京1068さん、クマペンライツ、落としちゃった。ゆうゆうゆうさん、クッキーありがとう。みきゅうくん、テイカーさん、ハート、クジラタさん、チョコポップ、ヤマちゃん、コバさん、ハート、ソラヤマ、フユミ、ユキの結晶、ヨウヤクッキー、マリちゃん、ヤマちゃん、ツブドロンさん、シルバスツツビさん、ナベナベ社長、コバタペンギンさん、マリちゃん、ディダカンカンさん、ソナマルママさん、キュウさん、マサナリさん、シルバーさん、キュウさん、ありがとうございます。おはよう。オイルサーディンさん、クッキー、トリガーさん、クッキー、ありがとう。割といいね、目覚めよ。ピースさん、スクピンさん、村上さん、ありがとう。うん、そう、褒め上手。割と今、いい目覚めを、いい目覚めだってなってるよ。何楽しい、地球さん、日向空さん、 TJ さん、ポップさん、まさとりさん、ありがとう。よかったよ、急肌火が効いたか。嬉しい。ちょっとこれからも急肌できそうな日、急肌してみる。山崎パンさん、ぬらさん、ありがとう。え、朝のお散歩いいな。福ちゃんち、ぬらさん、オイルサーニンさん、ニコニコさん、おっくん、ありがとう。おはよう。わかる、いい一日になりそうと思える。大熊猫さん、人ぶよさん、クジラとさん、マシャさん、マスノリさん、ありがとう。お、うちはとペンライト楽しみにしてる。そんな遠くから来てくれるなんて嬉しい。さくらみやんさん、ありがとう。もうヒーターつけると暑いんよね。みやもさん、福ちゃんち、うまひと筋さんもありがとう。そっか、みんなは、え、お役目頑張れ。うまひと筋さん、ますまりさん、あったかくなってきてる。でも暖房はつけてる、寒いもん。寒かったっす。
お、知って。オッケー、覚えとく。サイサイさん、ズーです。ありがとう。でも、リコーさんのみんなはもう私覚えてるからさ。全体的に見て、あ、いたってなる。おみおみさん、無理。もう、ギフトの名前すら読まなくなった。名前言えないギフトになった。あれ？福ちゃんちハートありがとう。禁断のギフト扱いやばい。二公演頑張る、よろしくね。え、二公演久々すぎて。どっこさん、としいちさん、まこやんさん、ありがとう。放置天使のささやき記念日出たよ。どういう日なのそれ。そう、存在認められないギフト扱いされてます。禁じられたギフト面白い。そう、まあいっか君はもっとできるさん、点ありがとう。でもその普通に舞台で二公演の待ちそばみたいな日あったからさ、なんかちょっとあの二公演の感覚とかも分かったかなって感じ。ちょっとなんすけさん、それな、分かる。二公演体力持つといいなって思う。猫は猫で猫さん、ありがとう。できるよ、君ならできる。ありがとう、成長しよう。福ちゃんち、ありがとう。分かったか、知らんけ。そんな感じだった。そうか、まあ頑張るよ。今日の夜は体力残ってなさそう。寝ながらかもね。天使のささやきはダイヤモンドラストのことで、雪の神秘を感じてもらうための。へえ、そういうことね。え、あー、朝もお役目なの。頑張れ、それは。よろしくね、大ユーザーさん。クマペンライトありがとう。なんでなんで、唇が乾燥してきた、やばいぞ。ちょっとさ、マッサージガンタイムしようよ。
本日は9時20分に終わります。コバさんありがとう。クジラトさん、メキシュギュータさん、えん、リセキピーニャン、ありがとう。マサノリさん、トリガーさん、メキシュギュータさん、サンソンさん、フォーユーさん、コバさん、クジラトさん、キハさん、メキシュギュータさん、ユーシャさん、スママさん、ヤバすぎ、ウッポさん、ミラバ、フクちゃんち、ありがとう。クマペンライト、クジラトさん、ズーデスさん、コバさん、ユニギメタルさん、すごいよみんな。あ、でもそっか、今日土曜日やけ、わりかし休みの人もおるんか。ユウヤ、ミラボもうダメやん、もうみんないっぱい投げちゃおう。ユニギメタルさん、ズーデスさん、クジラトさん、スモモさん、成田の新地、オーユウさん、ピーニャン、コバさん、マスノリさん、ユギシオギュウタさん、クジラトさん、ユウさん、オイルサーディさん、りょうちゃん、キシュギュさん、みんなありがとう。お、よろしくお願いします。コウトキさん、ありがとうございます。アイス、小顔タンさん、クマクマありがとう。コウトキさん、千万両、スタブロネメルチ、チョコポ、小心さん、ハートありがとう。ねえ、確かにショールーム配信のギフト投げがさ、リアルになったらさ、めっちゃもらえ。小顔タンさん、顔文字さん、ズタボロのマニュチ、ハゼスケさん、ありがとう。小顔タンさん、ここの骨とさ、骨の間いいんだよね。マッサージ機、右腕が上がらないのです。効くんかな、そういうのに。豆まきレベルです、それは。そう、ほぼコミ読まないの。ミキちゃん、ハートありがとう。なんで読みやすいやつ読んでる、うん、そう。スペースシャトルとか投げるの超大変だね、確かに。ピューンって感じ。マベローさん、ハートありがとう。私は配信のコメントは心の中で全部読む。でもね、私割と読みやすいコメントしてくれたら全部読む派だよ。話題になんかこの配信のみんなが見てる配信だから、みんなにも、そう、ああグループトークでいいかな、なんちったらいいかな。平成天狗さん、クマペンライトありがとう。そう、別に差別とかしてないからさ、そこは安心してね。そう、でもちゃんとこれからのラインナップを発表すると、コンタクト入れる、着替える、ベッドメイキングする、カバン作りする、家出るです。あ、偉いです。さほど気にしてない。そうなんよね、コメント読み上げされたら嬉しいけどね。井戸端会議、やることいっぱいです。アニオタ感ある。オタク岩田さん、ありがとう。でもその間にヨーグルト食べるが挟まれるかもしれん。ヨーグルト食べるとミルクティー飲むとかもあるかも。
水は飲む。あ、ネット迷宮、え、嘘、初耳。あー、でも結構年始よりも前かな、去年の家におった頃から始めた。でもあんまみんなに大きな声で言ってないか。あ、でも言ってるかも。4回かやばい。離席の、え、森塩今崩れてるんだよね。初耳ですか。なんか結構私が習慣持って結構やったら気持ちいいことランキング第1位でやってきたけど、なんか、そっか。あーさん、クッキーありがとう。そう、お家帰ってきた時の幸福度が上がる。なんかさ、寝る時さ、もう疲れて何もできない時あるじゃん第一、もう疲れて何もできませんみたいな、そういう時にベッドメイクしてたら、あーってよかったって、もうふかふかのお布団で、整ったお布団で寝れるってなる。え、わかるよね。うん、シーツピシッとはおらんけど、でもちゃんとあの毛布と布団をちゃんと整える。私寝相悪くてぐるぐるぐるってなったりしてる。そう、朝の自分ありがとうってなる。本当は来た瞬間からするけど、してたから、そう、起きた瞬間からしてたから、だからそんななんか朝配信でするほどじゃなかったんだけど、今日はもう眠すぎて、あとこの家初心者すぎて今できてない。ふうさんありがとう。ふうさんハートありがとう。そう、眠すぎてちょっとできませんでした。どうしようかね、私今日久々すぎて。チーカは好きだよ。かゆい。やってみ。そしたらお家帰ってきた時、はぁーってなる。エディオンもすっげー久々、マジ久しぶりすぎて。チーカはまあ、わかんない、うさぎとか栗まんじゅうとか好き。うさぎかな。カラスさんハートありがとうね。栗まんじゅうガチ好き。え、ぴゃちゃんの生誕ってエディオンだったっけ。え、エディオンだったっけ。そっか、前の洗濯物ベッドにぶちまけた逆の感じ。ダメよー。まあ別にいいけど。エディオンだったんだあれ。もう忘れちゃってるわ。そうだったんだ。ね、ゆきさんもエディオンだったんだあれ。あの日。あー、ベッドメイキングしても、そっか。幸福度がね、格段と上がりますよ。おすすめ。いや、私もう会場覚えてない。もう めちゃんこ久しぶりじゃん。そんな半年とか撮ってる。フォーユーさんクッキーありがとう。あ、お腹が空いてきた。これをするとお腹空いてくるのかな。好きあらばエディオン。エディオンもいいところだからさ、いっぱい
まった。はあ、時間だよって。10分10分ぐらい経ったのかな。ハンターさんありがとう。え、今年エディオン祭り、ハンターさん無理。マジ今年エディオン多め。でもなんかさっきの2月もエディオンだったよね。あ、さっきの2月の1日とかエディオンだったよね。へえ、エディオンの、やばい全然構成忘れた。エディオン花だれの構成忘れた。エディオンの背景で猫ミーム作るのが夢だよ。超面白い。いい、そう。お腹空いてくるんかな。ほぐされたけ。イッシーさんクッキーありがとう。そう、エディオン神谷町ホール。暗闇も違うし、暗闇かなり違うけど、花だれとかも違うよね。大丈夫かな。23日の公演前で、え、ま、ん ?23 日清水さらちゃん生誕祭。そっか、めっちゃ嬉しいんだけど。花だれ、いやエディオンでできるの嬉しい。そっか、エディオンだから。ハンターさんクッキーありがとう。エディオンだと、そうよね。うずちさんもありがとう。エディオンやと電化製品豊富だからね。あ、水飲もう。もうさ、朝一に飲んでるペットボトルなんだけど、めっちゃ減ってる。どんだけ喉乾いちゃう、寝てる間に。うん、どんだけ喉乾いちゃう。めっちゃ飲むやん。どんだけ喉乾いちゃう。カラッカラです。キュッキュさんハートありがとう。うん、寝てる間に汗とかかいてるんか。でもほんとこの、ま、マッサージガンしたらね、すごい気持ちいい。ほんとにちょっとね、昼夜公演の間とかも町そば館に町そば館にちょっとマッサージしようかな。ニキヤくんハート、コバさんハート、日向中さんクマありがとう。どんだけチョン、マッサージガンもエディオンで買います。良きすぎる。みんなも、私偉いと思う。みんな2時間、2時間もじっとしていられるなんて偉い。うん、マジおもろい。え、私2時間も絶対椅子に座ってじっとしていられないよ。にわか感えぐいね。花見川の白猫さんありがとう。チョコポップ、チョコチョコポップポップ君と。そっか、コールしたりペンライトで。そっか、じっとじゃしてない、じっとはしてないか、失礼しました。集中してたらあっという間に過ぎ。そっか、そう、
粒ドロンさん、ハートありがとう。そっか、うん、キャンディキャンディパッパッキー見たー、ピカピカな笑顔にやりやりハンハン止まらないでほしい、スウィーリー、そう思ってもらえて嬉しい。ビショップパウンさん、ありがとう。花と私地蔵、どうだろう、私地蔵だよ多分私地蔵派かも。いや違うね、望遠鏡、望遠鏡を。ビショップパウンさん、花束ありがとう。あ、でもたまにコールする。あ、でも確かに叫ぶ派だわ、行かないでーみたいな、こっち見てー、行かないでー、喉やられる。うん、それはあるかも、喉やられてた実際。ビショップアウンさん、バラありがとう。うがち見てかなそういうタイプかな。あと1時間でお家出なきゃ。行ってみよう、行ってみよう。これは私のは、朝来てる LINE を返すっていう作業をしてます。やばいよ、41件も貯めてる、最悪。メイクって加入前から上手だったの？うん、メイクしたことなかった、へったくそだったよ多分眉毛とかねしい写真が出てきた。呼吸でひょうたん割れるようになる。そうね、今日は そう、ちゃんと返さないと。のがちょっと億劫でございまして。まさのりさん、ハートありがとう。マジ連絡頻度、 LINE の返信が豆の子はすぐ好きになる私のことは好きじゃなくなるね。いやもうさ、舞台でさ、舞台の期間にさ、読んでないやつがさ、たまりにたまって、もう友達失うぐらい。LINE？ LINE とお金は貯めてなんぼ？いける。みやんさん、ありがとう。既読スルーする？未読スルー。マジ？豆な子が好き？全然豆じゃないよ、やばい。お豆！大豆、お醤油、豆腐、味噌、きな粉。やばいよね、罪深いよね。でもわかる、あの、え、だよね、あの返すのが億劫になる現象は何なんだろう。そうなんだよ、
か呼べないの。そうだね。スルーしてる。ねえねえ、やばいじゃんね。もうちょっと計画的に移動しなきゃ。じゃあまずはコンタクト入れてこようかな。佐藤のんすけさん、ハートありがとう。まさのりさんもハートありがとう。で、湯を沸かすか。なんか朝から温かいものを飲むと落ち着くよね。やばいよ、どんだけ喉乾いてんのこの野郎。怖い。私、まさのりさんハートありがとう。こっちか、そう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 、ハートありがとう。うーん、ココアかミルクティーかホワイトモカ、ホワイトモカにする。ゴミ袋作ろう。それは真冬千万両ありがとう。モカチアにする。紅茶カーネン飲むときべこらせるときとしないとき、気分だね。でもちょっとべこってるよね。ちょっと一発目でべこって、そっから飲みやすくなったからみたいな感じなんじゃないかな、わからんけど。ココアください。モコちゃん、モコちゃんにする。うん、最初パンパンの時にベコってその水でピューってなって飲みやすくなって、そこからまあここら辺に来たらもうこうするしかない。でもここが細くなってるから水の通りがいいって勝手に思ってる。Rさんクッキーありがとう。じゃあちょっとメガネを外してコンタクトつける。そしたらその通過点で湯を沸かしてくるから、なんか今日ちょっとおしゃれなレッスン着にしたい。どういうあれなんかね。ご飯粒ちゃんハートありがとう。じゃあ行ってくる、またね。任せてじゃないから。まあ任せた、パトロール任せたよ。キャニキャニポンポンキーミトーン。寒いよ。
キドキ満点止まらないね。寒いマジで。おはようございます。おはよう。ドキドキ満点どういう歌歌ってるんだろうね。ただいま。ゴミゴミ、うー、コバさん、クジラトさん、ありがとう。ネギショ牛タンさん、あやべえ、全然焦点が定まんねえ。ヒロシゲさん、コバさん、ネギショ牛タンさん、ただいま。まさのりさん、だるまありがとう。キラ星も飛ばしていっぱい。キラ星ウェルカム。ゴミゴミさん、まさのりさん、ありがとう。みんな、コバさんも、ありがとう。クジラトさん、ネギショ牛タンさん、ゴミゴミ、コバさん、やべえやん。クジラトさん、ありがとう。キハさん、ゴミゴミさん、ウッポさん、ミラボンジワ、ゴミゴミさん、コバさん、やばいじゃん。もうクジラトさん、コバさん、この調子じゃやばい。まさのりさん、コバさん、ネギショ牛タンさん、ゴミゴミさん、クジラトさん、ファミヤさん、ネギショ牛タンさん、ゴミゴミ、クジラト、エルさん、クジラトさん、ネギショ牛タンさん、コバさん、ゴミゴミさん、マサノリさん、クジラトさん、イッシーさん、コバさん、コンコ、コバさん、ネギショ牛タンさん、ナリトのシンチ、コンコ、ネギショ牛タンさん、マサノリさん、ファミヤさん、コバさん、クジラトさん、ネギショ牛タンさん、やばいじゃん。ウッポさん、ミラボーありがとう。ファミヤさん、牛タン、クジラトさん、美味しそう。私ネギショ牛タンマジ好きなんだよね。美味しさを知ったから。コバさん、キハさん、ご飯粒じゃん。コバさん、味付けさん、クジラトさん、まだまだ全然。トリガーさん、クジラトさん、ネギショ牛タンさん、ナリトのシーチ、ご飯粒じゃん、サンソンさん、コバさん、やばいじゃん。コバさん、コウキチさん、味付けさん、ご飯粒じゃん、サンソンさん、美味しさね、マスノリさん、オイルサーディーさん、フォーユーさん、コバさん、サンソーさん、うっぽさん、ミラをありがとう。クジラトさん、ナリトのシッチ、イッシーさん、コバさん、クジラトさん、マスノリさん、オイルサーディーさん、みんなありがとう。うるさい、メガネ取るだけで赤抜けやるな。ありがとう。やっぱメガネない方がいいか、メガネの方が楽なのよ。ひとみちゃん、ありがとう。シャタロウさん、音符ありがとう。スモモさんも、ジャックさんもありがとう。フーさんも、チャタロウさんも、ミツロもかわいい。ありがとう。ミキヤくん、コバさん、ゴミゴミさん、クジラさん、みんなありがとうね。ただいま。実家あり好き。そうだよ。生活してるか、して、でき、他もできてるか。メガネもいいかと、ありがとうございます。ありがとうでございます。テンションあ、分けたって、やばい。竹やぶ分けた、やばい。メガネ女子の素朴な感じも良かった。コンタクト、なんかメガネが楽ちんなのよ。だってさ、メガネだってあれさ、メガネさ、結構ちゃんとなんかレンズもさ、こだわったよ。レンズもこだわった。エフェクターさん、ハートありがとう。あれなんかレンズが薄くなる加工しちゃうよ。純木、なるほど。純粋で素朴な感じ、純木、こだわりのレンズだよ。いや、わかる。 ICL、 マジ ICL したいって思ってる。かわいく重ねるたびにかわいさが過ごして、フランチ言うんだけど、そんな風に言ってくれるなんて。そう、直しまった。そうなんよね、 ICL したいんだけどって感じですよ。頑張ればできるんかな。私が、ひがなおさん、クッキーありがとう。だってあれさ、
まずコンタクトできないメガネだけ生活1週間、そっから手術とかそのして、そっからはメイクすらできない、なんか汗も入れちゃダメみたいな、運動もしちゃダメみたいな、メガネなんか装着メガネみたいな1週間だから2週間人前に出ない人前に出ないあれをしないといけないの。マサヤさんありがとう。年4回韓国で美容師受ける、美容したいんだけど、でも確かにお高いしね IGA。 でもする価値はゼロ、そのお値段以上ニトリなのよ。する価値は値段以上にある。さらっと離席してすいません。どうしてスイーリー、何配信なの？やばい、履歴中貼ってないよ。そういえばコメントでも履歴中はどこに行った？さすがにこれ履歴中貼らないとまずい。どこーってなってる。おりんごち、もしかして悪魔の魔法でお人形さんになっちゃったの？だからソファーの上でどれがリコチーってなっちゃう。
ということで、パルテノちゃんを持ってそっちに行くから待っててね。大丈夫かな、成人女性でございます。ただいま。人ぶよさん、ありがとう。ブルーベリー、蜂蜜ヨーグルト食べるの、僕ブルーベリーのパルテノン、ヘロン、飲みやすいよ。寒い。さっきお皿洗いも一緒にしてた。このテンションなんだろうね。飲みにくそうって言われてる。かわいいじゃん。そう、寒い。こういう喋り方の女なんだけど、やばいかな。寒い。自覚はあるの。人部屋さん、花束ありがとう。クジラとさん、ゴミゴミさん、ありがとう。ネギ塩牛丼さん、ゆうやも、クッキーありがとう、クッソーありがとう、ふうゆさんクッソー、ゆうやもクッソー、シャンゴングさん、クマペルナイト、ゴミゴミさん、クジラさん、ネギ塩牛丼さん、ありがとう、ありがとうだ。ネギ塩牛丼さん、クジラさん、ゴミゴミさん、ネギ塩牛丼さん、ゆうやクッソー。クッキーのことをクッソーって言っちゃう癖やめたい、ほんと早く。ゴミゴミさん、ミキヤくん、ネギ醤油ダンさん、私はお茶も飲みたい、りょうたくん、なんかあったかいお茶、ネギ醤油ダンさん、ゴミゴミさん、フォーユーさん、あと40分でこの家を出る人ではありません。クジラとネギ醤油ダンさん、ゴミゴミさん、マスノリさん、ネギ醤油ダンさん、シルバーさん、お米研ぐとき絶対冷たい、えらいよ、お米炊いてて。はじすけさん、ゴミゴミさん、ゆうや、人ぶよさん、ゴミゴミ、みんな、ハートありがとう。ゆうや、ゴミゴミ、ネギ塩牛丼さん、ふうゆさん、クジラとさん、やばいやん、みんな、投げすぎなのでは。ふうゆさん、ゴミゴミさん、ゆうや、なりとのしんち、ネギ塩牛丼さん、クジラとさん、ゴミゴミ、いっこ、うっぽさん、やばいやん、ミラボ、ミラボちゃん、ゴミ、クキ、クジラとさん、ゴミゴミさん、ネギ塩牛丼さん、ふうゆさん、やばい、ゴミゴミさん、おっさん、ネギ塩牛丼さん、クジラとさん、ゆうや、ミラボやん、ゴミゴミさん、クジラとさん、フォーユーさん、チピチャパな喋り方になってきた。チピチャパじゃん、チピチャパなのかな、もしかして。これがネギ、ネギじゃない、猫、猫ミーム、ネギミーム、やばいな、ネギミームだったら絶対こんな流行ってない。猫ミームのこと、やばいよ、みんな投げすぎ案件。高雪さんはかわいい、ナリトのしんち、クジラトさん、フォーユー、マサノリさん、クジラトさん、ウッポさん、ほらミラボ、クジラトさん、シルボアさん、燃えるゴミゴミさん、クジラトさん、フォーユーさん、サンソンさん、ネギシュギュータさん、ユナギさん、トリガーさん、サンソンさん、リカコシャン、はじすけさん、ゴミゴミ、クジラとさん、ゴミゴミ、ネギ醤油とさん、キハさん、まさのりさん、ようやくクジラとさん、ネギ醤油とさん、みんなありがとう、サンキュー、青い鳥さん、ハトでもわかる、シーシャープさん、テン、キンパイさん、マスヤさん、テッチョ、キンパイさん、ありがとう。あ、今日はね、すっぴんで出勤します。そう、寒い、キンパイさん、ペンライツ、ありがとう。喋り方やばくない、そのままでも良い、なといいんだけど。佐藤のすけさん、かわいい、ありがとう。いいね、癖だったのか、言い方よ、どうしよう。
もう治んなくなっちゃった、チビチビチャバチャバ。これフルで歌えるようになりたいんだけど。クッキー&チョコレート、クチョクチョ。サンジキャウチュリさん、タケさん、ありがとう。ノブローさん、ありがとう。チビチビチャバチャバ。優しい、すっぴんをそんな褒めてくれるなんて。僕は人生でどんな徳を積んだんだ、前世。出勤します、今日も元気に。着替えようか先に、だって今のホワイトマカは絶対ホワイトマカホワイトマカ今のホワイトマカは絶対熱すぎて飲めないから。ふさん、りかこさん、ありがとう。りこち、そんな頑張って元気出してくれてるんだね、ありがとう。かわいいママ出勤とか言ってくれる。ホワイトマカ大丈夫そう。しんやさん、ハートありがとう。おはよう花大公園よろしく。ホワイトマカ飲みます。りこち、元気出してくれてありがとう。2公演の日の朝はホワイトマカで決めていくんだね、リコチ。頑張ってね。面白。はい、めっちゃ元気になるやろ。じゃあホワイトマカいただきます。飲みづら。飲みづら、かわいいでしょみたいな、そんな気分だったけど、飲みづら。確かにこのあれは飲みづらい。この飲み口はさすがに飲みづらいわ。いや、さすがにメイクして出るよこんなんで。あらら、うん、やばいでしょ。ノブローさん、ハートある。しかも僕たちだし、やばいじゃん。行く、熱っ熱っ。飲みづらいってこれ、パーコ。あれがやばいよ。やつい、無理だ。飲み口がこれこんなだからさ、そここんなだから、本当にだからさ、そこからしか熱がさ逃げてくれないじゃん。熱がちょっとまだあるということで、今からちょっと着替えていきと思います。ほんと？声出して一緒に笑おう。そんなホワイトマーカーで決められないよ。僕はホワイトマーカーで決めないと出勤できない体なんだ。それ花瓶じゃない？どうしよう、花瓶だったのかな。そう、保温抜群なの、フォルム。やばい、ヒゲ生えてた。ヒゲ生えてた、もしかして。私恥ずかしい。フーフーしてほしい。可愛さに全振りしすぎた件について、ママはこれママの分も欲しいみたいな、買うよみたいな、2色あるからママだるまの方をあげるよみたいな、私は猫ちゃんの方にするっつってさ、あ、全然これの景品じゃないの、ただただ街で出会った可愛いマグカップでさ、ママにもお土産で買うけど欲しいみたいな、飲みづらそうだからやめとくってママが言ってさ、あっ、私可愛いから買った結果そうだ、チョコ、ありがとう、クッキー、ホワイトマーカー。嘘やん、ヒゲ生えてたか。じゃあちょっと着替えよう。やばいじゃん、あと30分でここ出る。一緒にバキマイキするね。朝の幸福度、夜の幸福度、家帰った時の幸福度が上がるのはまずベッドメイキングで決まるから。でも分かった、寝相どうなっとんねん。布団が垂れ下がっちゃう。ふえい、やばいよ。
ひげ生えてるか、私公演前にメイクさんに剃ってもらおうっと。ちびちびちゃばちゃば。ヒゲダンディズム、オフィシャルヒゲダンディズムです。片付けも並行してやってみよう。どうも、オフィシャルヒゲファンディズムです。ふう。失礼します。ちょっと面白いね。お布団もふかふか。寒い、寒すぎる。マジこれは寒いで、寒すぎる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 。歌ってて途中で、ああ自分大丈夫かな、なっちゃった。ただ一つの心、悲しみに触れないで。家出るまであと30分になりました。やっぱりね、すっぴんで家出る時の時間は、配信時間はやっぱり1時間30分で決まり、まマジで一番調子いい。メイクとか髪型とかお洋服とかフルで出るときは2時間が好ましい。うわ、一緒にお片付けもした、えらい私。お腹すいた。今日のレッスンにも可愛いね。寒い、寒すぎ。ちょっと顔出しとこうかな。イエーイ。私のこと推してる人ってマジでどんだけ仏なんて思う。
お気に入りのカーディガンをね、今年は使い倒すって決めたから。おはようございます。今更顔出してもか。ただいま戻りました。腹巻きあっち。はい、戻りました。はい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 。オッケー、ただいま。お腹すいた。美少牛タンさん、コバさん、ありがとう。ゴミゴミさんもハートありがとう。みんなありがとう、私の配信を守ってくれて。ネギショギュさん、コバさん、ゴミゴミさん、クジラトさん、ありがとう。マスノリさん、コバさん、コミュさん、ゴミゴミさん、成田の新地、尊い、尊かった、ありがとう。ゴミゴミ、ネギショギュさん、コバさん、ゴミゴミさん、クジラとさん。ボテさん、ゴミゴミさん、マサノリさん、ニギシュギュタさん、アジスケさん、コバさん、フォーユーさん、クジラとさん。ニギシュギュタさん、ゴミゴミさん、コバさん。トリガーさん、ゴミゴミさん、離席中の後ろにノーアラ気象が入っちゃうか。クジラとさん、コバさん、ボテさん、ネギショウギュタンさん、書き初めをね、有効活用できてよかった。ウッポさん、ミラボありがとう。カスミメコバさん、ネギショウギュタンさん、ハジスケさん、お腹すいた。トリガーさん、コバさん、ゴミゴミさん、クジラとさん、ねえウッポさん、ミラボ投げて、そんなに投げて大丈夫。フォーユーさん、マサノリさん、キハさん、ゴミゴミさん、コバさん、クジラとさん、テイカーさん、マサノリさん、コバさん、ゴミゴミさん、ネギショウキュータン、コバさん、トリガーさん、ネギショウキュータン、コバさん、あ、後頭部が痛い、後頭部が痛い、痛い痛い痛い、後頭部が痛い、ネギショウキュータンさん、コバさん、みんなありがとう。今からもうご飯食べなきゃ後頭部が痛い。ひなとるさん、ネギショウキュータン、みんなありがとう。グーさん、ミゴミさん、めっちゃ投げてるやん、みんな。ヨニゲメタルさん、ボテさん、クジラトさん、キハさん、うわツシさん、ネギシュゲタさん、ゴミゴミさん、ボテさん、ウッポさん、ミラオ、一個似合う、ん、ネギシュゲタさん、ゴミゴミさん、クジラトさん、アイスレアモンさん、留守番しといてくれてありがとう。成田のせんち、ソフさん、ありがとう、読めたよ。ミラボとかみんなそんなにハートとかも投げて大丈夫そう。フさん、コンコ、ミキヤくん、白黒さん、ありがとう。おにぎり作ってほしい。え、ガチでおにぎり作ってほしい。え、ガチでおにぎり作ってほしい。そんぐらい私おにぎり大好き。チキン野郎7人のバカ、ありがとう。ハートハズピーさんもありがとう。ピーさん、ありがとう。おはようメールで送るね。このテンションで私出勤するのやばいじゃん。ホワイトマカで朝は決めるよ。
着替え中にいい感じにさ、なんか湯がいい感じの温度になっていい感じ。ということでパルチーノ食べていきたいと思います。本当におにぎり作ってもらいたい。お米の炊き方でおにぎりの味決まるの？リュウジさん、もしかしてお料理研究家のリュウジさん。カエルさんありがとう。クチョキ決まった、ホワイトマカ決まった。パルテノ、パルテノ今最近ハマってる。やっぱりちょっと写真集撮影する生きってるやつなんだけど、やっぱり写真集の撮影のためにはタンパク質が必要だと思うの。生きんないただきます。うん、うまっ。なんかさ、ここら辺がさツーンって痛くなる。決まり、それ中身も具の中身もセンスが取れ、ハイレベルな選手権。そうだよ、スープでも、そう、意識高くいく、タンパク質摂取いっぱい頑張っていく。夏みかんさんクッキーありがとう。でもさ、ちょっと今好きなだけご飯食べてる気だからさ、その要分をさ、食べ方気持ち悪い選手権やばすぎ。その養分をしっかりと体に蓄えつつ減量期頑張っていきたいと思います。でもまだ減量期じゃない、私の中で。マジ滑らか。でも食べるものは気をつけていくね。あと20分で家出るよ。うまっ。マジパルテノって滑らかだよね。まだ妖精餅の食べ方？うん？うわ、超楽しみ今日の公演。やばいふう、楽しみなんだけど。うん。会場でさ、右と誰見れるようにさ、保存しとこうよ。お化粧しないから超楽しい。ここ最近。塩さんありがとう。あとはカバン作りですね、やること。右とダーリの12話と13話を保存するやん。これで終わっちゃうの、私の右とダリ生活が。とりあえずちょっと、うんまうん、迷宮さんハートありがとう。前髪伸びてもこのパッツン度すごい嬉しい。うん、ベッドメイキングもうしたよ。パルテノってどんな用さ、どんなさ、どんな用、どんなさ、あれが入っちゃうんかね、乳酸菌。丁寧な暮らし、私割と丁寧な暮らししてるかなしてると思う。免許さん、ヒロさんかわいい、ありがとう。丁寧な暮らしできてるできちゃうんかね。
間接照明欲しい。丁寧な暮らしするなら。ホワイトモカ、ホワイトモカをなんか湯で溶かすやつよ。100キロカロリーぐらいだったよ。どうしたらいいの。おととさん、かわいい、ありがとう。マジサラちゃん大好きだから。今日割とポジション、そう、結構前はさ、家から出たくないみたいな感じだったけど、全然起きるのも実はしんどいんだよねみたいな感じだったけど、全然今そんなんじゃない。わからん、ホワイトモカ。ハルルンさん、ありがとう。茹で溶かすやつ。お湯のこと湯とか言ってる。茹で溶かすやつどこ、まあ、一番カロリーが低いやつにしてやろう。ニョキーン。タンパク質が少なかったって言われてるよ。パルテノで立ってるじゃん。マサさん、ありがとう、ハート。忙しい忙しい。隠しながら、大口開くからちょっと隠しながら食べて。マサさん、ハートありがとう。いけそう、これ私。いずれてっぺん超えれる。そうだわ、今うまく隠れてる。マサさん、ありがとう。私のファンの方はさ、リコチって浮き沈みが激しいな。だからこの配信をさ、初めて見たよって人はさ、元気だな。私の配信、ここ最近見てる人、浮き沈み激しいな。それ浮いてきてよかった、本当に。でも沈むよね。ちょっと開き直ってる、開き直ってる。もう沈むよねって。てっぺん取ったんで、やばい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 、あと13分、かゆ。しかも壇上読み入れるならあと8分。配信その配信の最後のご挨拶入れるなら全部で5分かかるから、配信読みとありがとうの舞とありがとうの舞いつもしてないけど、確かに沈んでる時も、どう本当、ありがとう。冬のせいかな、冬のせいかな。そう、見たい方も飽きない。あ、本当、ガチもう激突ですみたいなさ、死にそうな配信してる時もあるじゃん。どんな気持ちですか。私の配信見てくれてるんや、ありがとうね、いつも私の配信見てくれて。でもそういう人のおかげで私は生きていってるんだよ。食っちゃってるわ。やばいよ、カバン作って。玉切れって何？無理しないで。そんな自分のことはプレッシャーしないで。
ブレスレットない。寝るずやっぱ寝てる間に取れるんだ私。もう布団の中に紛れ込んでるんだろうな。お気に入りのブレスレットなのに。ちょっと探そう夜帰ってきたら。それかどっかで取っちゃおうかも。じゃあカバンのね中身を紹介しながら詰めていきますから。詰めていくよ。うそうそ。何ボディーオイルとかも持ってっとった方がいい？普段絶対使わんのに持っていくやつ。大丈夫。前はちょっと今日久々の公演すぎて何が必要だったか忘れちょる。忘れちょる。何が必要？分かってもらおうなんて無理なんだ。壊れていく悪意のゴミの止めようたって止められない。伝染したことでまた同じことを繰り返し、もうそういうの混ざりちゃう。まさかの歌だったのね。よいしょ。ただいま。それなエキセントリック級歌い始める。あ、やばい、履歴がぐだってる。やれやれだぜって履歴も。うん、ただいま。やばいやばい、チキヤロ7人のバカタコちゃん、ナリトのしんち、一個はじすけさん、クジラトさん、クニちゃん、マスノリさん、ほんと投げすぎだよ。クジラトさん、ゴミゴミさん、だってイベント終わった後でさえなんかもうブラーンみたいな。ゴミゴミさん、クジラトさん、クニちゃん、このね、私真っ白なさこのルックがめっちゃ好きなんよ。ファンの方からもらったけさ、自分どこで買ったか分からんけど、これのさお店特定しても、特定してもさ全然見つかんないの。だからさちょっと汚れてきたっけ、新しいの買いたいと思ったけどさ、この形でこのデザインでこのブランドのがいいのないよね。もうちょっと探してみたらあるかな。もらったやつだけど良すぎてもう自分で買いたいと思ってんの。クチラトさん、ゴミゴミさん、でもまだ贅沢言ってらんない。こんななんかまだ綺麗だから現役。では紹介していきます。まずはメイクポーチです。中に何が入ってるかはあやふやですが、多分結構しっかりしたやつが入ってると思うので。メイクブラシです。今読んでる本です。マジおもろい、世界で一番面白いこの本。なんかパックです。ビタミン C ボディクリームです。ボディオイルです。持っていきません。次おやつ袋です。何が入ってるかはあんま分かんないんですけど、まあ、とりあえずあるもの全部入れました。ブラシです。ハンドクリームです。ハンドクリームをおやつ袋の中に入れます。あとはちょっと常備薬お薬袋です。以上です。このバッグの何がいいかってマジここまでチャックが開いてパカッてなるから好きなの。あとはね、鏡があったら最高。終了します。
とはね、1時間半もあったのに、なんでこんなに時間の使い方が下手くそかな。そねー、うわお、悪口ってお前の母ちゃんのデベソだと思う。私のお母さんをバカにするな。お財布と櫛とリップとパウダー、マジで私お前の母さんのデベソとか言われたら怒る怒る怒る。ゴミゴミさん、クジラトさん、ハルルンさん、コバさん、ネギショギュータさん、一番私がお前はデベソとかなんかマジバーみたいな感じに怒られても何一つダメージないけど、お前の母さんなんちゃらかんちゃら言われたらなんかチーベ頑張ってください。コバさん、クジラトさん、コバさん、ネギ塩牛タンさん、ゴミゴミさん、コバさん、うるさいね私。コバさん、ゴミゴミさん、ネギ塩牛タンさん、フォーユーさん、チキンヤロ7人のバオイルサーディンさん、ゴミゴミさん、コバさん、みんなやばいって、投げすぎだって。クジラトさん、コバさん、ゴミゴミさん、ネギショウ牛タンさん、ミキヤくん、離席中がやばいって。ゴミゴミさん、コバさん、みんなありがとね。ただいま、みんな朝はパックするの、そう、あの朝っていうか、あの、そう、スキンケア用品が入るおやつ袋、そうなんや。ウッポさん、レインボーさん、こんなのあったじゃないっけ。ありがとう。投げすぎです。コバさん、ハートありがとう。ゆきまろうさんも、クジラトさん、ありがとう。テンション高い。電話すぎ。やばい、16分過ぎてる。ソフさん、ありがとう。ゴミゴミさん、コバさん。どうやって確認したんだよ。受けすぎてお腹痛い。ありがとうございます。うるさいよね、私。ごめんね。すごいよ。こんな朝からさ。本当なんか朝から変な時間からやったのに9800盛り上がりはありがとう。さすが土曜日の朝ということで、ホワイトモカを一気していきたいと思います。無理だよ一気なんて、こんなたっぷり、たくたく、ほんと壇上読み後に一服一服一杯して。山猫坊主さん、スペースシャトルありがとう。石さん、ハートありがとう。一服ってどういう意味なの。じゃあ行きたいと思います。どういう時に使われるの？あーの時か、なんかの時か、いろんな意味がある、もしかして。だから大丈夫って言ってても、よし、じゃあちょっとあれは羽織るとして、よし、オッケー。じゃあ39位から読み上げていきたいと思います。うずしおさん、夏みかんさん、カエルさん、39位、青い鳥さん、ごはんつぶちゃん、村上さん、ライトくん、ソニチ、なべなべ所長、ぼやっきーさん、あ、マジ？じゃあ今の発言さ、リュゴジラもみんな、私って言葉知らずなだけ、みんなよろしくね。なべなべ所長、ぼやっきーさん、佐藤のんすけさん、シルバーズチュトビさん、ビーショップパウンさん、リコチコンコ、スタボロの毎日、オットットさん、ひなとトラさん、ボテさん、キハさん、シロクロさん、クニちゃん、オイルサーディンさん、ハンターさん、イッコー、スモモさん、マサノリさん、トリガーさん、ハジスケさん、フォーユーさん、ナリタのしんち、リコチかわいい、公演楽しい、楽しくね、行こうね。ソウルさん、ハルルンさん、サンソンさん、そして本日の秋元先生枠はチキンヤロー7人のおバカ先生でした。ありがとうございました。ゆうや、ネギショウ牛タンさん、ありがとう。そして本日のメルヘンチャレンジ第3位はコバさんでした。コバさん、ありがとう。第2位はクジラトさんでした。クジラトさん、ありがとう。そして第1位はウッポさんでした。ウッポさん、ありがとう。投げすぎです。やば、ちょっとマグカル落ちた。よし、投げすぎよみんな。コウさん、ありがとう。刺さってますか、リコチ。コウさん、ありがとう。ゴミゴミさんも、ありがとう。ハルルンさんも、ありがとう。バラチキンヤロー7人のバカ、結婚しては恥ずかしい、一番盛り上がり、ありがとう。めっちゃ嬉しいよ、めっちゃ嬉しいよ。やばいよね、朝からこんな飛ばしとってさ。チキンヤロー7人のバカ、お疲れ、ありがとう。無限なんだよね。おお、暖房切る、ありがとう。
モスコルさんありがとう。クッキー、じゃあこの後また一杯飲む。それでは皆さん、今日も私の配信をご覧いただき誠にありがとうございました。やばい、離席中も落ちてきたし、もう離席すなってことやのね。はい、ということで本当今日も私の配信、朝配信をご覧いただき、見守っていただき誠にありがとうございました。しっかりと、はい、準備できました。それでは今日も健やかに頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではいきますよ、せーの、えいえい、おー、みんな健やかに。何今の音って感じだよね。やばい、みんなの前で暖房切ったさ、暖房切ったよって音がないと。間違えた、暖房入れちゃった。逆になんか暖房に暖房を重ねてしまった。えいえい、おお、みんなみんな本当にありがとうね。今日はこれでいこう。ゴミゴミさんハートありがとう。本当裏声で王とか怖いよね。本当にちょっと元気だよね、本当私って。美味しかったです、ごちそうさまでした。じゃあ行ってきます。ゴミゴミさん、コバさんありがとう。じゃあ今日も健やかに行きましょうな。バタバタよじゃあね、みんな今日も私の配信見てくれてありがとう。これはね、切るから大丈夫です。じゃあ行ってきます。やばい、もうこんな日かな。ピピプープー、バイバイ。健やかに、またメール送ります。公演楽しみです。一番盛り上がりありがとう。